ちゃんにです。こんにちは、シロです。エリートです。はい、キャメロンです。マチコリーダーです。18号です。はい、皆さん年末ですね。あは、まあ、年末。1月11日にオープニング撮ってるんですけど、この後本編でですね、年内の動画が出ます。そうだね。振り返ったんですよね、去年は。はい、振り返りました。2022年振り返ったんですけど、なんていうの、編集のトラブル、まあ、トラブルというか、だらけたというか、サボったというか、エペしすぎたというか。新年の香りすら年末どころじゃないんだよね。というわけで、視聴者さんは年末になった気分でこの動画を見てほしい。しっかりボリューミー15分以上はねあるからね。じゃあ年末の動画どうぞ。ぬるっと始まる。飲んで喋って楽しもう、おなけん忘年会。本日はですね、まあ、企画というよりかは、ただただ楽しく喋るだけの動画です。この中の何人かはね、お酒を飲みながら撮影してるんですけど、これちなみに今日お酒飲んでる方は？はい。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 ということで、りんちょと俺以外はお酒飲んでるのかな？あれ、白先生。お酒飲むと、著しくトーク力が下がるので。酒飲むとおもんなくなるタイプ。眠くなっちゃうんだよね。お前、ポケさんと初めましてでさ、飯食った時も途中から寝とったもん、俺。目がうつろになっとった。またやってんのかなみたいな。またってやってない、やってない、やってない。先生、最近ありましたからね。豆乳ができた、よかったな、兄貴。今日は何するんだ。だから今日はだからずっといや女性陣が2人とも飲んでいるということで、この動画のポロリもあるかもしれない。あるあるバカだな、死んでくれ。早速ですね、皆さんで、楽しくダラダラ喋っていきたいと思います。オナケンのエースキャメロンさん、じゃあ挨拶お願いします。年末もこれやる。大砲やから、うちの4番バッターやろ。なんて言えばいい、忘年会っぽい本編どうぞみたいな。社会人やろ、忘年会も慣れっこや。あ、オーケー。みんなで楽しく話してこう、イエーイ。さん、やっぱ会計でお願いします。はい、ネギマ4本だからお願いします。あれ4番出すと5番出すとがピッチャーゴロで2アウト。トップバッター行きたいって人いないの？俺が行こうか。今年2022年始まって1月とか、まあ大体3月ぐらいのことを今パッと喋るんやけど、うん、その頃あんまり再生数がノリに乗ってない時期だったと思う。再生数が取れないと YouTuber とかって迷走しちゃいがちじゃんね。その時になんか一番なんか迷走してんなこいつって思ったのが、いやもう言わんで分からない。シロ先生のブラッドハウンドの解説動画。ちゃうでもやっぱそうなるんよ、人は。あの動画の何が面白いかって、解説ってさ、周りがこうこうこうでみたいな、だったら分かるやん。シロ先生はブラッドハウンドの起源みたいなのを言われちゃう。エペックス誌の授業をしてた。あ、そう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 。しかもさ、長くても5秒とかやん、大体5分ぐらい喋っとったわ。5分ぐらい喋ってたわ、それで言うと。ブラハの解説動画の VTR がこちら。一発目はですね、ブラッドハウンドというキャラクターについてですね、紹介していきたいと思います。ブラッドハウンドはフロンティア史上最高の狩人の一人としてアウトランズ中で知られている。さあ、ちょごめん、これってさ、誰々がこんなことしてて印象に残ったみたいなことも話していいんや。面白ければもう何でも OK。 あ、OKOK、 なんかあるんですか、ブラッドハウンドさん。俺なんかしたか最近。受信が眼力与えちゃうよ。おいチームプレイで本当に触れてほしくないやついじってくんのやめろや。みんなはさ、あ、これあったなとかあったりしないの？あるわ。瞑想して俺だってコイキングとか1日なんか18時間っていう配信をずーっとやってて。1個じゃあそれにまつわるエピソードトーク喋っていい？はい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 。当時のそのトイキングやっとった時も結構俺記憶に残ったよ。その時になんかリーチャ君がなんか女の子とデートしてくるみたいな話を聞いて、俺いいじゃんいいじゃん楽しんでおいでっつって、当日パンって連絡来たんだけど、俺やっぱ女の子よりトイキング優先するからデートやめたわって。そうそう。他にこの時期のことで話したいよって人いない？でも俺もめちゃくちゃその時期病んでて、リーチャ君とニキ君に助けられてたかもしれない。なんかさっき俺プライベートでエーペックスとかやってたじゃん、その時。しこたまやってたね、その時。一人だったら俺もしかしたら首吊ってたかもしれない。そう思うよ。そんな。っぽいから、年末になって酒飲んでくれ、キャメロン。みんなありがとう、本当に。ええ、知るんか。編集しづらい。遺作になってる。続きまして、4、5、6月あたりか。4月頃の話するんですけど。おい、どうぞどうぞ。3月の下旬から4月の上旬にかけて、エペの動画を出し始めた。ちょっと伸びて。それで、うん、うわ、エペの動画めっちゃ伸びてるって、俺は喜んでたけど、当時、ニキニキが全然伸びてなかった。俺言ったよ。ニキニキも絶対 TikTok 毎日出した方がいいよ、みたいな。次の日ね、今日も20万再生いったぜ、ウェイウェイウェイみたいな、ニキニキ何再生いったのみたいな感じで聞いたら、なんか500再生の20いいねみたいな。あのニキくんが俺つまらんのかな。
いや、わかる。マジでわかるわ。これは思ったんだけど、やっぱ一人になる方が余計に闇が進むわけですよ。そう、加速するよ。みんなと喋ることで、気分が楽になるし、なんだったらその、掛け合いのね、連動が上がる。そう、上がるのよ。1年前の自分より絶対今の方が面白いと思う。だって、リュウジ君1年前さ、甘えすぎじゃない？いや一回視聴者さんにさ、見てもらったらいいんじゃない？いやいやいや、痛いな。痛いな、まで。その甘えすぎが、こちらです。甘えすぎじゃない？はい、お疲れ。ありました、こちらです。キモなんか、リーチョなんか喋ろうとつったよね。そう裏エピソードがあるんですけど、当時僕、シロ先生あまり仲良くなかった。言い方悪い。仲良くなかったってことはない。いや、まあ俺は思ってました。シロ先生絶対この人俺のこといいと思ってないんだろうな。なんでそう思ったかっていうと、僕がね、シロ先生に話振るじゃないですか。なんかスルーされるんですよ。はい。俺もそうだったんだけど。無視とかしちゃうんだ。無視してない、無視してない。簡単に言うと、俺が入るじゃん、ディスコに。うん。他の人の話なんか無言で、マチコさん例えば入ってくるじゃん。あ、マチコリお疲れみたいな。そう。ゴミや、お前。いや、わからんけど。いや、ちょっと待って、まだ俺のターン、まだ俺のターン。リーチョどうぞ、リーチョどうぞ。被害者の会みたいな出来上がっとるんけ。確かに、俺は、その時、YouTube もたったの2万人ぐらいしかいなかったし、筋も負けてるし、興味ないんだろうな、みたいな。そういうやつだよ。でもやっぱ俺は城先生のこと好きだから話したいなっていう思いで。こいつこっすい、ほんとにちょいちょい好感度アピール上げるやつずーっと出してるやんか。はい、すいません、僕も一個そういうのがあるんです。当時みんな伸び盛りだったというか、周りの活動者さんにちょっとずつ疲れ始めたみたいな。もう分かった俺。シロ先生さんが女性の YouTuber とコラボしてる時に、コロちゃんだ。結構その女性も数持ってるというか、12、3万いたから。そう女性の YouTuber さんが、普段は誰と遊んでるんですかみたいな。普通に順当に考えたら、ずっとやってきてる、まあ僕だと思うんですよ。はい。あ、俺だろうなと思って、こう黙って見とったら、じゃあ誰なんですかって聞かれた時に、2、マチコリーダーですねって言ってんの、こいつ。うわー。一回、ニキって名前を出そうとして、マチコリーダーって言ってんの。って言ったら、ニキって言えばいいのに。じゃあ、聞かれた意図が違う。じゃあ、ボビー、VR しよう、VR。俺たちのボールが LINE に乗ってるかどうか確認してくるぞ。いけ。皆さん、上映会ですよ。見てるみんな。見てる。ここからっすね。来るぞ。個人的にすごいお聞きしたかったことがあって、すごい、TikTok の方とこう、コラボされてることがすごい多いじゃないですか。 TikToker ですよね。 TikToker あ、でもマチコリーダー言ってるやん。もしかして MVP かもしれないな、この動画の MVP。 シロ先生ライン声ギリギリで拾ってったから今。動画のタイトル変えやんくて大丈夫？どんなタイトルになると思います？このままだとなんかシロ先生からの被害報告をし合うから。じゃあ6、7、8ぐらいの話してるんで、夏場ですよね。ちょっと話していいですか？あ、いよいよ。まあちょうどね、夏頃ですかね。先生は外国人ドッキリで伸びて、で、ニキニキは王子じゃなかったっけ？名言ありましたよね。なんでしたっけ？あ、あれね、あれね。やるよ。甘えすぎじゃない？いいね、分かってんね、お前は。俺はその二人と違ってキャラモノのなんかがなくて、どうやって伸びようみたいなのマジで考えてて、コールセンターのルフィっていうね企画で、まあ、伸びて、俺の紹介で出会った人ね。お前今日攻めるね。宝の持ち腐れだったよね。お前口はさ、思い出したんやけどさ、一応キャラモノを作ろうとしてた時期があった。それもそれなんか覚えてるな。サイキクスオの災難が出てくるさ、遠藤力の声真似とかと絡もうとしてたよな。言ってた。違う、それごめん。リーチョ君が二人きりの時に俺に粘土力の真似をしてきたの。俺がめっちゃ似てる。お前が変なスイッチ入れたんか。なんかリーチョ君血迷いすぎて、ニキニキ聞いてみたいな。俺めっちゃいいこと思いついたんだよって言って、何するのみたいな。俺キャラモノをやろうと思っててみたいな。俺 TikTok 界で粘土力で行こうかなって。TikTok 界の粘土力。お、相棒。おい、粘土の声真似で甘えすぎじゃない、やってくれよ。そうですね、4月5月ぐらいの話した時のように、女の子の JK 使って、言い方悪いな、売春の時にしか使わんような言葉。確かに斡旋してるよな、その感じはな。3万4万人ぐらい登録してきて、やっとなんか2人に粘土おるやん。ちょっと俺どうやってきてよ。
18号さんとかはさ、なんかないの、そういう6月7月ぐらいのこの時期に砂犬メンバーと運命の出会いがあったんですよ。あれ夏だったっけ。悪夢のね、撮影が終わって、まあひどいですね、マジでひどかった、すごかったよね、空気が。撮影が終わった後にゆきくんとシロ先生それぞれから謝罪の DM が届いたんだけど、企画者であるシロ先生からは、本日は大変失礼いたしました、改めて不快な発言について謝罪させていただきます動画編集後に確認のため動画を送らせていただきます、今後とも何卒よお願いします。すごい謝罪文が届いたの。いやまあまあ正しい、申し訳ないことしたなって思ってるのかなと思って、うん、いやガチで思ってるよ、これ本当に思ったんだから。動画編集後に確認のため動画を送らせていただきますって来てるじゃないですか、うん、はい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 、編集まだかな、うん、まだかなって待ってたんですけど、うん、あれまさか結局送られてきてないお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 形だけだよ。おいおいおい、ディスコードでさ、みんなで画面共有で見なかったっけ。見てねえよバカ野郎、もう覚えてねえよ覚えてねえよそんなバビバビここつけて大丈夫、一応確認しようか。ああ、じゃあ係のため動画送らせてください。でも18号さんこの前言ってたよね、このディスコにいるおかげで本当の自分も。おっと、恥ずかしい、持ってる持ってる。本当はなんて言ったの。どうした。私が言ったのは、まあ、シンプルにリナとは素で喋れるから楽しいよ。素で喋れる、まあ、あまり違いはないですよ。ハッツンはでもそういうの無理な高潔な人だったら本当に寄りつかないじゃん。王子なんだけどやっぱちょっと下町の感じがある感じまあでも本当来てからね、なんかみんな逆に集まり良くなってね。いやそう、ディスコの集まりマジで良くなった。私は今女友達が人生今生きてる中で一番18号さんが上位にいる。マツコさん多分上位に上がってるのはそれ女友達がいないからですよごめん笑っちゃったお前が一番悪い。今度私のターンですか、うん、おめえもだろうよ。はいはい、最近の話なんですよこれ。僕とボビーとリーチョ君3人でご飯行ったの、大勢で20人ぐらいの。ボビーがちょっと遅れてきてて、俺とリーチョ君が2人で最初にいたの、はい、周りには他の知らない活動者です、はい、でみんな周りの人とこう喋ってる人に、俺もなんかお疲れ様ですお久しぶりですみたいな感じで喋っとんのに、リーチョ君だけ携帯続いてるなと思ってパッて見たら、こいつクラロワしてんのいや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 、はい、ということでね、じゃあ、はい、秋頃の話に。ちなみに、これぐらいからリーチョくんがオフパコし始めた。あ、そうだ、ね、違う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 、待って、ちなみに知ったきで話してるけど、ね、証拠ないですよね、あなたたち。え、証拠ですか。おい、キャメロンさん、証拠を持ってきてくれ、はい、いや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 、これはリーチョくんが女の子ん家に遊びに行ってて、それを知った俺とキャメロンさんたちが死ぬほどリーチョくんに電話かけて邪魔したっていう音声を撮っとる。え、音声持ってんの。持ってるよ。怖っ、こいつら。 VTR 確認しようよ、みんなで。いや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 、山田さん VTR お願いします。ちょっと待ってね、リーチョくんが有名になったらってファイルなんだよ、ね、最悪なファイルタイミングで公表しようとしてるやん、タイトルが。これちなみに死ぬほど電話かけてる時に、リーチョくんが電源、キャメロンさんが YouTube やめようかどうか、ま、迷ってるっていう嘘をついてそうしょうもない嘘で電話に出させようとして嘘ついた時の音声が、こちらです。なんでしょうか。ちょ、今 YouTube ちょっと考えてるんですよ今。ちょっと逃げ逃げの声聞こえるけどなんか必要以上に電話かかってくんなって思ったんだよ。セックスした？ええー、今からハンバーグ食べるんだ。ああ、それって女取るんだ、リーチョ君は名探偵俺やんけお前。というわけでですね、今のがリーチョ君がオンパコをしているという証拠になっております。いやいやいや、薄やってないって言っていく感じでいくの。いや、すいません、なんでこうなったかっていうのを、あの前置きがないから信憑性が薄い。自分で自分の信憑性濃くしてくれんのもういいですよ。毎日ディスコードったんですよ、みんな。けど、その日だけ、ぽっくり俺だけいなかったんですよ。何かを勘ぐったニキニキが、俺に連絡してきたんよ。なんでリーチョ君今日ディスコード来ないの？その時に送った返事が、まあ、必死だよ。必死やな。ちなみに皆さん、他にこの秋頃というか、はい、薬物使用疑惑。よ、本物。とんでもないのがあった。あれでも結局黒だったよね。どんな面でお前2ヶ月後に俺ここの動画撮っとんねん。なんだかんだ、もう100ゼロで俺が悪いんですよ。いや、お前悪くないよ。いや、やめろ、やめろ、やめろ。再び燃やそうとする。俺とかボビーはさ、その当時の話を動画とかでも出してるんだけど、他のみんながそれを知った時にどう思ったか俺ちょっと聞きたいかも。まず俺から話していい。プロでした、捕まりました、出てきましたの後でも別に俺仲良くする予定だったし、プロは白だったらどうやっていじろうかな。またこうやって引き払えば好感度上げてことするやろ。リーチョ先輩、あの極戦の BGM 流しときますね。ちゃうね。俺は白であってほしいと思ってはいたけど、実際は黒だと思ってた。大嫌いです。18、私は白先生やっぱりそうだったんだ。俺人望なさすぎる。DM で尿検査頑張れとか言ってくれてたの。仲良くしたいなと思ってた矢先にそれだったから。尿検査頑張れって何？尿検査頑張れ。誰も上かったけどね。
マチコリもどう思ってたか聞きたいよね。そうだね、私その時のことすっごい鮮明に覚えてて。鮮明に覚えて、昨日のことのようにね。あの日はご招待されたライブ帰りで、誰のいちいち絡んでたら録画時間どやらいから俺の録画時間2時間超えてるもん。早いね、時間経つの。今日みんな集まってるからディスコで、ライブでちょっと盛り上がった気持ちみんなと共有したいなみたいな感じで入ったら、シーン、葬式みたいな、わし場違いやんみたいな。マチコリも LINE とかね、個人的に送ってくれて嬉しかったよ。みんな一緒にいるよ、寝てるの、泣いてるの、泣かなくていいよ。やってるやん、やってるやん、やってねえよ、やってるやん。薬物疑惑が出てマチコリはどう思って、結婚したいなって、薬物疑惑出たらこいつ結婚しようってならないよ。そりゃそうだ。やっててもやってなくてもなんか元気づけてあげたいなって、落ち込んでるし、やってないって言い張ってるわけだし、はいはい、言い張ってるって言い方ちょっと悪い。ここでさっき貼った伏線の回収ですよ。お、なんだなんだ、はい、4月5月は僕に興味がないんだけど、9月頃先生が釈放されて、じゃあみんなでご飯行くかみたいな。捕まった、釈放されて、なんかそっからなんか先生の好き度がめちゃめちゃ上がってくる。まあやっぱボビーの好感度が今上がったと思うの、今の話で。先生はいい人よ。とりあえず早送りにしてカットしとく。やめろよ。簡潔に言うと、今の先生は僕は好きです。僕今回の動画でちょっと嫌いになったっすね。ああいうとこじゃない、素直に好意をぶつけられたのにさ、そうやって返しちゃうとこじゃない。18酔ってる、話の振り方がめんどくさい人になってきた。最近の話になってくると何かあります、話題的な。そうだね、最近の話しようか。オナケンラジオが始まったこととか結構、あ、でもトレンド入りは嬉しかった、ガチで嬉しかった。あったあった、ね、有名人や、ちょっと普通にびっくりした。有名人や、何をもらったの。いや、キャベさんずっと俺ら有名人 や, いや、うちの4番役に立たんようになってるけん、もうダメだ。ベンチでずっとバッと磨いてんだから。確かこのね、撮影中にホームラン打つことができるんでしょうか。そうだね。キャメさんは関わらんと分からんから、俺も関わりだしてから大好きになって。顔がおもろいもん。え、でもちょうど最近じゃない、顔がおもろい。待ってよ、遅れて引っかかんな。顔がおもろい話せ。違う、顔がおもろいじゃないよ。おい、すっごい間違えんな、お前。お前らクリスマス何してた。私配信してました。俺、リーチョ君とスマブラしてた。俺、スマブラに行きに来てた。働いてました。配信してました。残ったセロ先生は何やってたんですか。あ、僕、デリヘルで下げられました。どういうこと、どういうこと。24日の夜にね、大学の友達と飲んだんですよ。ワンナイトで外国人とエッチしたっていう話を聞かされたのよ。で、家帰ってくるやん、頭の中にはさっき入って、聞いた外国人女性とのエロい話が残ってるわけよ、はい、そうなってくるとやっぱ持ってるスマホで何するかって言ったら、外国人風俗都内って検索するよね。ちょうどナンバーワンのブラジルの発動心金髪21歳キャサリン。30分後行きますねって待っとって、コン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 ってなんか玄関叩かれて、キャサリン来たよってガチャッてあげたら、でかい塊みたいなのがおって。キャサリン、それどうしたの。1時間半ただ俺と喋って帰った。キャサリン。ということでね、いや、待って待って、俺にまとめさせろお前。あ、でもあれだよね、はい、オナケンがこう6人で集まれて、私はとても楽しいです。酒入ってるお前可愛いな。この動画が年末か年明けに出るかはまあちょっと知りませんが、わかんないね。いや、今年はね、ありがとうございました皆さん。一応遅れた時よりね、皆さん今年もよろしくお願いします。はい、今年もよろしくお願いします。良いお年を。良いお年を。